여러분 안녕하세요. 개엔타비라고 古山彩希の韓流研究所所長の古山彩希です。さあ今回も話題の韓国コンテンツの魅力をご紹介してまいります。さあ今回お迎えする研究員は準レギュラーのこの方です。皆さんこんにちは。プランクエンターテインメントの草薙太一です。本日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もう草薙さんが出てきたっていうことはそろそろあれかなっていうなんか想像ができるような気がしますけれども、今回の研究テーマ作品名ご紹介ください。はい、本日はこちらでございます。お7人の脱出シーズン2リベンジですね。来ました。7人の脱出以前ご紹介いただきましたけれども、はい、まああの時も韓国でねそのシーズン2にあたる続編が放送になって話題になってるというお話ありましたけれども、ついに早いです日本展開。そうですね、あの韓国でもシーズン1シーズン2続けてやっておりましたので、はい、その流れで日本でもあの配信をしております。なんかねすっごいやばいらしいんですよ。あのご出演されてる方お一人結構詳しいので、はい、こちらからですね。はい、ということで改めてどんな作品なのかご紹介していきたいと思います。まずはこちらご覧ください。그동안이위소영웅놀이가아주재밌었길바랄게悲劇の父親として巨万の富と成功を手にした K。 니들은제외야이돈들고떠어드려주려고앞으로저의목숨은회전일겁니다。6人は彼の奴隷と化していましたが、지금은반감을드러냈으면안돼。우리한테필요한건자유인데。それぞれに誰にも言えない野望を秘めていました。 K를무너뜨리기위해。そんな中姿を現したのは、ケイ、오랜만이다。어떻게살아난거야이게말이돼。네가아무리날뛰어도감당할수있는상태가아니야。배신자누구야？왜우리도온건데요？재밌겠어。뭘받고있어？내가내딸한테한짓했단말。내가돌아온이상은悪人だらけの究極の騙し合い。한번죽은걸로성이안차서집안을찾아온건가？넌뼛속까지악마구나。果たして7人は逃げ切れるのか？니들은절대로날이길수없어。7人の脱出シーズン2リベンジ。まあ、あの前回もご紹介いただきました大ヒットドラマペントハウスの制作人が手掛けたという、はいはい、まあ、ある種マクちゃんのカテゴリーに入る作品だと思いますけど、そうですね、はい、地上波ドラマにしては結構えげつない描写が続くということで話題になった、はい、いわゆるシーズン1 7人の脱出でしたけれども、はい、私いつもお世話になっております、はい、CN ブルーのイ・ジョンシンさんが出てるんですが、はい、ジョンシンさんがあの以前そのどんなドラマですかって聞いた時に、いややばいですよあのドラマって言ってたんですよ。いやすごい自分のキャラクターもやばいんですっていう話をしてましたけれども、はいはい、あのさらにこうマクチャンドと言ったらいいんですかね、はい、なんかそれがこう磨きがかかってるっていう話をなんとなく間接的に聞いてんですけどどうですか、はい、もうまさしくその通りです。うわやばいですね、はい、本当ね。でも韓国ではこの1も2もですねその視聴率に比べて SNS 界隈での反応がすごかったって聞いてんですけど。そうですね、まあ、いろんな意味でこう反響があったんでしょうね、はい、ということはやっぱりこういわゆるコアな層が結構こういうドラマって、はい、まあ、刺さる作品でもあるのかもしれませんね。そうですね、でもなんか客観的に見ても僕は楽しめるドラマだと思いますけれどもね。はい、さあということで早速ですけれどもここから研究結果を発表してもらいたいと思います。7人の脱出シーズン2リベンジの取説です。はい、まずはですね準備ページといたしまして、おなじみ草薙さんのオリジナルキャッチコピーからご紹介いただけますでしょうか。はい、はい、これですね、マクちゃんマシマシです。マクちゃんマシマシ、すごいですね、新たなキーワードですねこれ。マクちゃんマシマシですからね。いや相当じゃあキレッキレってことですか。いやもう本当シーズン1に比べてさらに、まあ、狂気を満ちているこの、まあ後でまた人物紹介しますけども、はい、あのオムギジュンさん演じるマシウリの役、はい、とあとまあそれの人に復讐していくっていうところが、うん、その過程がもうすごいですね。
あのどの程度これドラマ的には中身がつながってるんですか、1と2で。あのもう 100% つながってるので、あの見てない方がいらっしゃったらシーズン1から見た方がいい、はい、の方が話がつながると。そうですね、いうことですね、はい、マクチャンドマシマシということでございます、はい、さあそれではですね、そんなマクチャンドマシマシの中で今回も魅力的な、魅力的なという言い方が正しいかどうか分かりませんけれども、さまざまな濃いキャラクターが登場するということですけれども、どんなキャラクターがいるのか、キャラクター紹介からいきましょうか、はいはいはい、これはシーズン1と変わんないです、はい、なのであの先ほどのイ・ジョンシンさん以外はほとんどそのコアになる人たちは変わってないんですね。でちょっとシーズン1の時に私があのほとんど内容を話せなかったので。そうですよね、ちょっとシーズン2の時には話さざるを得ないので。つながってますからね、はい、なのでちょっとシーズン1ご覧になってない方はちょっとネタバレありますよっていうちょっと注意事項が、はい、あ注意事項、はい、ここネタバレです、はいはい、まあシーズン1見た方を対象にちょっと説明いたしますと、はい、オムギジュン演じるマシューリーがこの7人に対して復讐をしていきますよ、うん、ここまでお話ししたんですね前回、はい、でこのマシューリーって一体何者かのっていうところなんですけども、この人は実はこのイフィソなんですね。イフィソなんですね、はいはい、でこのイフィソって殺されてしまったこのパンダミの義理のお父さんです。なんで娘がそのようにされたので、ただ顔を変えてこのマシューリーの顔になって、なんで顔は違うんですけれども中身はイフィソということで、このマシューリーとしてこの7人に復讐をしていく。あそう、いわゆるフェイスオフなんですね、はい、簡単に言えば、はい、あイフィソのイはリーなんですね。つまりあ確かにそこ繋がってます。イーさんとリーさんですからね。はい、確かにそうです。あなるほど。そこ気づかなかったです。そうなんだ。そうなんですが、はいはい、ですね。がシーズン1の中で一番のポイントになるところで、はい、ここももうシーズン2シーズン1見てる方を前提に話すんでバラしますと、はい、K っていう謎の人物がいるんですね。はい、でこの K この人に対してはあの詳しくまだ話さないんですけども、はい、この K が実はマシューリーだったの。ちょっと待ってください。イフィソだと思ってたんですけども、実はこの K っていう人物です。え？え？イフィソなんですよね。だと他の世間の人は思ってるんですけども、実はイフィソではなくて K なんです。違う人物だったんですよ。じゃあイフィソは？イフィソはどうかな。わかりました、はい、もう聞きません。これが一番シーズン1の核心のところだったんですね。でこれがつながってるで、シーズン1でこの K に対してこの7人の中で、まあ、反抗していく人たちが出てきて、まあ、特にこのミン・ドヒョクですね、彼がこの K に対して反発していくんですけれども、で最後この K をやっと世間に、実はイフィソじゃなくて K なんだ、マシューリーは K なんですよっていうことをあのバラす直前まで言ったんですけども、ちょっと失敗しちゃったんですね。それ世間に K だっていうことをバラさなきゃいけない何かがあるんですか。はい、はい、草薙さん結構困ってますよ。なるほど。はい、で今回シーズン2は K に対してまた再度このミン・ドヒョクを中心に立ち向かっていくっていうことで、今回この副題をリベンジってつけたのはそういう意味で、で実は韓国での題名はシーズン2ではなくて7人の復活っていうタイトルなんですね、うん、なのでこの7人が また復活していくっていう意味もあるのかなっていうところでございます。なので今回はこの K に対する復讐です。そしてイ・ジョンシンさんは、はい、この7人とは違うポジションにいるわけですよね、はい、そうなんです。シーズン2 の、 あの魅力的なポイントの一つは、まあ、イ・ジョンシンさんが新たにあの加わった役として加わってるっていうところで、はい、まあ、イ・ジョンシンさんは今回ハンモネですね、ハンモネの救世主役として登場するんですけれども、ただまだちょっとその人本当にいい人なのか悪い人なのかってちょっとなんか秘密のベールに包まれてるような最初出方しているので、まあそこは最後お楽しみにちょっと見ていただければと思います。なんかすんごいオンとオフが激しい人ですよね、はい、そのドラマの中で、あすごい優しいなと思ったらなんかやばい人になってたりとかするじゃないですか、はい、その演技が結構大変だったって言ってましたよ。楽しみですね、はい、K
シンガーソングライターじゃないですよね、これね。違いますよね。ちょっとロゴが似てるから、ちょっとどうしてもそのイメージがちょっと先行しちゃうんですけれども。わかりました。いや、ということで、K がキーワードということになります。はい。さあ、それでは、ここからはですね、いよいよ本格的に取説の機能ページ、はい、紹介してまいりたいと思います。今日もいろいろありますが、はい、何番いきましょうか。今日はですね、ハイテク機能。お、ハイテク機能。はい。一応ちょっとまあハイテク機能というかこのドラマの中のポイントですかね。まあ単純に言えば復讐のマクちゃんドラマなんですけども、ちょっとその裏の本当は言いたいことみたいなところちょっと注意して見ていただきたいなというところが、あなたが見ているものは本当にそれって真実ですかっていうのがこの中のドラマのポイントなのではないかと私は勝手に考察しております。実際ニュースで流れているのが実はそれは情報操作されているものであったり、実際見てる映像は実はまあディープフェイクになって AI が勝手に作り出したものとか、これからいろんなそういう技術が発達しているので、ちょっとやっぱり疑っていかないと鵜呑みにすると、今回のこのようなドラマの中での、まあ、犠牲者が出てしまうのかなっていうようなところにつながるかなというところで、いや、まあ、特に韓国はね今ディープフェイクの問題が社会問題になってきてるんで、結構リアルタイムですよね、そういう意味ではね。はい、まあ確かにその他のドラマにない要素という意味でね、ハイテク機能をご紹介していただいてるんですけれども、はい、この辺っていうのね、ドラマで描く、まあドラマ自身もどこまでね、はい、フェイクなんだみたいな話もあったりするわけですけれども、はい、でも確かに、まあこういうドラマで描かれているっていうのは単なる復讐ものっていう風なカテゴリーに収めておくのはちょっともったいないかなっていう感じはしますよね。はい、じゃあこの辺りが、まあ、ある種の裏テーマとして、はい、まあ、必要不可欠な要素として出てくるってことですね、今回は。はい、ちょっと真面目な話です。いやいやいや、でもなんか逆に言うと今見といた方がいいのかなって、またこれ時代が変わると、はい、ちょっとこういうまたね、ニュースから少し遠ざかってしまう可能性もありますんで、はい、いやでも怖いですよね、はい、AI ってね、本当に。実際に会ってない人と会ってるような写真とかが上がってきたりしちゃうじゃないですか。はいはい、怖いですよ、僕も。ねえ、まあまあ僕はニュースになることはあんまりないんですけども、でもそういうことが裏テーマにあるんじゃないのかということですね。はい、はいはい、ありがとうございます。さあ、そんなですね、7人の脱出シーズン2リベンジ、観覧上のご注意として草薙さんが一押ししたいというか、このドラマはもうここだけは見逃さないでほしいっていうところあれば最後に教えていただきたいんですけど、はい、はい、まあ引き続き、まあここはペントハウスからこのシーズン1から続いてるんですけども、うん、まあ一気にこう見たくなるので寝不足にはご注意していただきたいのと、16話、はい、あとはやっぱり今回はイ・ジョンシンさんですね、はいはいはい、彼の演技に注目していただきたいです、うん、先ほど古谷さんおっしゃっていただいたんですけども、本当その切り替えがすごいです、うん、結構そのオンの時、うん、まあ、表情ですとかそのまあ演技ですとかちょっと実際やばいな私も思いました。なんかね、僕も深くは見てないんですけれども、はい、DV でこう女性に暴力を振るう男性いるじゃないですか、はい、こういう人多いのかなって思っちゃったんですよ。時にすごい優しくしてかと思ったらもうなんかボコボコにするとかね。いや、怖いですよね、見ててね、はい、うん、いや僕はそういう人じゃないんで、いやいや本人もそうじゃないですよ、だけど役柄的にすごいですよね。すごいです。うん、はい、彼の演技力としてはすごい見どころがいっぱいある作品なのかなっていう感じがしますね。はい、はい、イ・ジョンシンさんぜひ注目していただきたいと思います。はい、さあということでご紹介してきましたドラマ7人の脱出シーズン2リベンジなんですけれども、今レミノで日本初独占配信中となっております。さらに1話から6話までは無料配信、はい、いいんですかこんなことしちゃって。はい、ぜひぜひ見ていただきたいので、はい、でその先が有料ということになりますね。はい、よろしくお願いいたします。さあそんな草薙さんから今日もプレゼントいただいておりますが、シーズン1のプレスキットとクオカード、こちらセット2個用意します。
クオカードコンビニで使いますよ、はい、こちらをセットで2名様にプレゼントいただきました。シーズン2を見るにあたってシーズン1のこのベースをね理解する意味でもこのプレスキットは非常に有益だと思います。ご希望の方はですねこの動画のコメント欄にプレゼント希望と記していただき感想を書き込むだけで OK です。厳正なる抽選の後に当選者を決定し発送させていただきます。ふるってご参加ください。よろしくお願いいたします。さあもう9月っていうかもう秋になりまして、はい、秋から冬にかけてまた草薙さんにお会いする機会はありそうですか？そうですねちょっとはいあると思います、はい、ぜひまたお願いします、まだね期待作をお持ちということですのでぜひ楽しみにしていただきたいと思います。草薙さんありがとうございました。ケンタメラボまた次回もお楽しみに。